学園生活部は家に帰らず24時間いただきます。みんな一緒に学校暮らし、やったー。笑って眠って喧嘩して、いろんなイベント目白押し、超楽しいの。未体験日常学園ムービー誕生、学校暮らし。ゆき行くよ。はい。大変でした。ね、全部大変、全部大変、全部大変じゃないか。結構体力的にも精神的にも多分みんな、うん、演技も、ね、そう、演技、そう、初めてだったので。1ヶ月半ぐらい栃木に住んで、ずっと住んで、うん、なんだろう、ミュージックビデオも撮影したり、そう、バトルもね、そう、バトルもやったり、うん、確かに今考えたら、今考えたらすごいよくやったなみたいな。その時すごいハードな人だったよね。ねえ、うん、うちらめっちゃ忙しいから、なんか何、スケジュールを私たちに合わせてもらってたよね。そうそう、みんなに、みんなに合わせてもらった。そうだったね。めっちゃ良かったよね、二人。いやー、うん、でもなんか自分でも映像を見てちょっとかっこいいなって思っちゃいました。今日もね、朝見てきたからさ。そう、今日ずっと朝見てきて、うん、と、ね、うん、なんかそうですね、なんか音とか、うんうんうん、作るとますますかっこよくて、うんうん、確かに。しかも演技をしてる時、アクションしてる最中もすごいスカッとして、そうなんだ。の彼らさんのアクションの方がすごい倒れ方が上手なので、すごく見えるんですよね。楽しかったです。枕投げです。枕投げ、確かに枕投げ。みんなで、みんなでご飯を食べたこと。あ、なんか毎日ね。そう、最初の方はお弁当だったんですけど、うん、最後に連れて行くにつれてめちゃくちゃ豪華になって、お弁当いいんですかみたいな。え、ほんとなんか、路上にあるお店、そう感じの露店っていうの、車で行ってた、車で、うん、そうどん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 あったかいご飯が出てくるようになったり、最初の方もマジで焼いてくれる焼きそばとかもあったりとか、あったね。そういうのがね、幸せだった。みんなでね、なんか役に入ってる感じがあったじゃん、うんうん、最後の方で、うん、いただきますみたいな感じでみんなで並んで食べてて、そういうのが、うん、楽しかった。そう、役が乗り移ってて楽しかった。みんな中間、みんな、まあ、ジーマさんはちょっと、似てる、うん、役に一番似てるね、うん、から。そうだね。そう。でも逆に難しかったって言ってた。あ、うんうんうん、難しかった。素とどうやって区別をつけるかが難しかったけど、でもみんなのね、役作りもすごい大変そうだなって。そう、ありがとう、思った。ありがとう。ありがとう。大変なのね。一番ね。あ、確かに。一番大変だと思う。うん、確かに。なんか最初台本渡されてセリフを見た時に、一番多かったんですよ、セリフが。でも絶対喋れないと思って普段喋るのことに慣れてないので、まあ、そこから喋ることから頑張りました。そこからのスタートね。あとずっとガニ股だったよね、その時期。腕組んでね、ずっと組んでた、どこ歩くにも、うん、普段偉そうじゃないんですけど、うん、そういう時だけ偉そうに見えるんです。知らない人から見たらさ、背も高いしさ、やっぱり阿部七海ってこういう感じなんだみたいな見えるように、なんかようなぐらいね、役に入り込んでたんで、暇さえあれば腕組んで、そう、腕組んでガニ股でね。アクシデントあったかな。めっちゃ私事なんですけど。お、何？あ、来た。分かったぞ。私事。中盤を過ぎたあたりで、口の中に口内炎がなんと2つもできて、しかもここに連続して2つもできて、すっごい喋りにくくて、もともと滑舌悪い方なんで、もうセリフが言えなくて、みんなにすごい迷惑をかけてしまった。すごい、うん、薬をすかさず持ってて、なんかその期間、なんか口白いんですよ。なんかついてる。ね、ついてる。なんかついてるって思った。固まるやつだよね。塗り薬をね、ちゃんと持って行って、せっせと塗ってたんですけど。全然治んないもん。本当に。やっぱそのいっぱい喋るんで、やっぱその刺激をいっぱい与えちゃうんで、全然治んなくて、すごい苦労しました。アクシデントだね。一番のアクシデント。
のぼのと、うん、でも難しかったよね。食べるシーンが多かったりとか、ね、そう、普通でなんか怒ったりもしてないし、うん、泣いてもないし、うん、喜んでもないし、うん、どういう感情で言えばいいんだろう。普段どう生活してるのか分からなくなるっていう。うん、確かに。さすが出そうだよね、それこそ。さすが出そう。めっちゃ泣けるもう、うん。めっちゃいい映画って思っちゃいました。思っていいんですけど。ね、すごい泣けて、なんか普通にこう自分の好きな映画ランキングにもうドドンと入っちゃうぐらい、なんかもうすごいいいんですよ。こんな褒めていいのかな。もうめちゃくちゃ良かったです、うんうん、感動するよね、本当に感動した、うんうん、面白いしね、普通に、うん、そうだね、うん、泣けるし、普通に怖い、うん、怖かったね、シンプルに、うん、分かってるんですけど、うん、ここで来るっていうのは分かってるけど、立っていたけども怖いっていう、うん、なんかね、身構えててもゾワってきちゃうよね、うん、そのそういうシーン、うん、なんか撮影の背景を知っててもさ、うん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 、あのなんか彼らを見ら目そらしたいなって時だよ、うん、めっちゃあるね、そうだねみたいななる時があるから怖い、ね、全然慣れないよね、何度も見たけど、そうしかも何度見ても泣く、ね、泣けるよね、泣いた、泣いてたよね、泣いてないよ、泣いてたよね、今日泣いてた、泣いてただろうと、うるっとしたよ、うるっと、そうなんだ、ナナミもね、あれだよね、あ、そう、恋があります、あ、恋があります、検討できる、そこは検討するよね、そうそうそう、すごい恥ずかしくて、そのシーンがで、今日ラストアイドルファミリー全員の試写会だったんですけども、なんかすごいみんなの反応が恥ずかしくて見てられなかったですよね。めっちゃ冷やかされてて、うん、この映画学校暮らしはあのホラー要素だけでなく友情だったりもあって、すごくこう見た後にこうなんだろう、感動が残る、すごい泣ける映画でもあるので、いろんなところに注目して見てみてください。学園生活部の4人が学校で暮らす日常学園ムービーでもあり、4人の力で、女子高校生たちの力で困難を乗り越えていくサバイバル学園ムービー映画でもありますので、ぜひ皆さんそのギャップに注目して見てください。涙もあり笑いもあり、そして恐怖もありというあの映画となっております。突撃してくる、違う、襲撃してくる彼らの何ですかね、怖さにも注目していただきたいですし、私たち の, あの一生懸命頑張った初演技もぜひご覧ください。もともと原作の学校暮らしがすごく有名だと思うんですけども、その原作の学校暮らしをリスペクトしつつ、映画学校暮らしにしかできない学校暮らしを表現しようという意識でみんなで頑張りましたので、ぜひ劇場でご覧ください。映画学校暮らし1月25日全国公開です。ぜひ劇場でご覧ください。学校暮らし。